はい、皆さんこんばんは。ですね、今日はちょっと商品紹介をしたいと思います。はい、冬ってすごい乾燥しますよね。で、自分はですね、寝ている時に乾燥するせいで夜中に起きたりとかするんですよね。はい、でまあ加湿器とかを入れればいいと思うかもしれないんですけど、ちょっとめんどくさいんですよ、加湿器って。去年まではですね、出してたんですけど、もうほんとフィルターを変えたりとかもそういうのがほんとめんどくさくて、今年は出してません。はい、ですね、なんかないかなと思って店をちょっと回ってたんですよね。はい、そしたらちょっとこいつを発見しました。はい、喉ヌール濡れマスク10時間持続加湿だそうです。はい、なんとこのマスクをするだけでなんと10時間もですね、喉を潤してくれるらしいんですよ。これ結構いいですよ。はい、まあ中身はこうなってます。マスクの中に入れる加湿のやつですかね。はい、ね、ちゃんと就寝用って書いてありますね。はい、でですね、これ値段がいくらぐらいだったかな、結構高かったような気がします。はい、普通のマスクと違うところこうなってますね。はい、ここにこのこいつを入れるみたいで、今回ちょっと無香料タイプを買ってきました。あー、こんな結構ごっついやつがほら出てきましたよ。でもこれびっちゃびちゃになりませんかね。ちょっと不安です。で、これをこうマスクを買いますね。はい、でここにですね、ワイヤーがあるんで、こいつをちょうど鼻のところにこうね、フィットするように。あ、でもこれが結構いいんですよね。はい、もうね、この加湿するマスクにちょっとこいつをつけて、あ、もうこうやって寝るともうほんとすごい最高なんですよ。もうね、これですごい気持ちいいです。もういつでも寝れます。まあですね、こいつにちょっとマッサージチェアとかあれば完璧なんですけどね。はい、まああれですよ、寝てる時にこのマスクをつけて寝ると、起きた時は結構ね、喉が潤ってていい感じです。はい、まあまあ気になった方は一回試してみるといいと思います。はい、ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。ここの登録ボタンよりぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。では。